1曲目は早碁選手権戦決勝の碁をご覧いただきます。先生よろしくお願いいたします。まあ、あの早碁っていうのはね、はい、まあ、長い時間のことまた全然違いまして、まあ、長い碁がマラソンだとすればこれも短距離ですよね、はい、で自分でそのいつエンジンをかけとくかって、だ時間のある碁ですと打ちながら徐々に高めていけばいいという部分がありますけれども、はい、この場合も対局の前からね、うん、ずっとこう自分を盛り上げていくって言いますか、はい、とにかく考える時間がありませんから、まあ、やはりあの日頃のまあ何ていうんですか勉強の、まあ、度合いとかですね、まあ、ここに対する考え方のしっかりしているものやはり、時間の短いほど本当はあの力がね、はい、出ちゃうかもしれないですね。あ、小林光一九段との決勝戦で先生の白番なんですけれども、はい、ね、まあ、3番勝負ということでね、はい、まあ、早碁で番号っていうのはまあ珍しいんですが、はい、まあ、これはあのその当時はですね、あの小林光一君あのここの位置に対してはこうかかってこう構えるというね、これがあの当時の小林流ということを言われてたわけです。でここに小目に打っときますと、まあ、今の図にはなりませんからね、はい、まあちょっと嫌がらせってわけじゃないですがまあそれを、封じたって言いますか、で締まりました。これはあの考え方もちろんかかる手もありますが、はい、締まってこう締まったこの締まりの背中合わせに、これは絶好点ですからね。そうですね、先着すれば不満がないということで、まあ、簡単なこう締まりを選んだわけですね、はい、まあ、かかる方がちょっと難しくなります、うん、で白も、まあ、こちらへ行ってかからせて何かするという方法ももちろんありますが、はい、まあ、ゆっくりやってみようということで、これも文句のない大場ですね、はい、でこうなりますともう次の大場も圧倒的にここが大場になります、はい、例えばこちらの方に行ってここも大場ではありますがね、こう締められますと、まあこの締まりから両翼ということで、こちらは両翼を張るにはちょっと張れませんけども、ここもね張れませんが、こちらは両翼ですから、まあ、黒に不満はありませんね、はい、この碁は1手30秒ということなんですけれども、はい、これはあのこちらの方が一路長いんですが、必ずこちらから打つという、はい、でこれがここですとね、これはあのこちらから打つよりもこちらから打つという感じになりますね。やはり高い低いでこの爪の価値が違ってきますからね、まあ2軒に打つかこうかかって打つか、まあどちらかです、まあ、あともう一つはまあこう高くかかって、まあ、多少地を損しても、まあ、緩和しておくってこともあるんですが、これがね実はね非常に難しいんですよね。こう打ち込むのも一つの作戦ですし、受けるのも作戦なんです。これ受け方も一軒と桂馬と両方あるんですが、これがこうやってこうやらせて受けて取らせるという碁もあるんですね、でこれがこれとこれは黒だいぶ損なんですよ、はい、ですから単に受けて白がここには受けにくいんですよね。あ、受ける時にはこれを打ってこうなってこう受けれると、これは一つの理想形なんですね、はい、ですからこれは黒は許さんときてこうなる、はい、そうすると今度ここに打った手前ここには打てないんですよね。そう打ちますとこうなって、こうなってこうですね、はい、でこういうふうになった時にこうなる形が、これがあの無駄手になっちゃうんですよね。もうほとんど意味をなさない、はい、ですからこれは滑った以上は
下につけにくい、下につけないと、でこれとこれがなければ下つける手が可能な、はい、で実戦は一回受けて滑りを誘って打ち込んだわけですね、はい、で今度は下つけれませんから飛び上がって、でここで飛び上がるのももちろんあるわけですね。そうすると白はここを打って黒がこちらを展開すると、これはいろいろありますが、はい、まあ、ここを来られますとここに打つ一点になって、まあ、これでしばらくまあここを保留して、まあ、他の方へね、こちらへ行くか、まあ、こちらへ行くか、そうですね、なんかこうまあ狙いとして残しておくのもまあ普通ですし、まあ、むしろ、すぐやるのが珍しいんですよね。で木が熟した時に、まあ、行くというような、この実戦はね、いきなり、はい、これは、しょうがないんですが、こうですね、はい、この出切りの狙いというのは、うん、弱気を出してね、白がね、こうやってくれると、はい、当たりして継がせてこうなるともうここが出れませんからね、まあ、こんなことになるわけです、はい、これはもう捨て石の役目が十分ということで、この叩きが辛いですから、で、ここでこう伸びる打ち方もあります、はい、とこう伸びまして、これがややこしいんですよね。まあこれを取りに、先ほどここに詰まってればこれでまあほとんど取れますが、はい、詰まってませんからここに打つのもなんかはっきりしませんよね、まあこうやってもいいんですが、この時にこうやるのはこうピンとやられてね、これちょっと白の方がしんどい感じがありますね、ダメが詰まっていて、はい、でこうやるんですね、今度は1目捨てて、でこうやるとこうやってで、これは黒あまり打ってないんですが、うん、まあ、この時にはまあこう打つ打ち方と、はい、これですと詰めませんよね、シチョウですからね、こうなってこういうふうになる打ち方と、まあ、ここへ切っていく打ち方と、これはちょっとまあ妙な感じもしますけども、はい、捨て石にするというかね、こんな打ち方と、あとはまあ、このまま放っておく打ち方と、白も気持ち悪いですからね、はい、でこれがまあ一番、正面からの手で、まあ当たりですから逃げますと、はい、これはさらに押すんですね、ここへね、外から、でここを出ようと思っても、はい、まあ、これは逃げれますけど、これをこう抜かれますとこれひどいですからね、はい、亀の甲の抜き方で、はい、ですからこの格好はこうやるしかないんですね、でこうなりますとこれはもう捨て石にもならないで、ただ出られて取られたという感じになりますから、はい、で当てた時に当て返す、まあ、これ一つの形なんです、はい、ポン抜きを許しますが、いきなり切っていくのはコウ立てはもちろんありませんし、はい、取ることは無理ですからこう、まあ、じっと伸びると、でここがですね微妙なところなんですね。こう取るとこう今度押さえ込まれた時にね、塞がっちゃうもう全然ダメですから、はい、かといって自分が切っていくと今度は黒がこう今度はコウ立てがないですからね、ですから叩ければ一番いいんですが、ちょっと危ないこうですね、はい、あ、取れれば一番いいんですけどね、取るのはちょっと危ないで繋いだと、で叩く、はいはい、はい、まあちょっと一本道風なんですけれども、はい、結局黒が最初にここの右下一帯で結構四角く構えようというところに白石が来るんですよね、ええ、ここ
ここにできそうな感じの白地を破ってはいますが、こっちにできそうな黒模様の方に白石がどんどん来ますから、こちらの価値が減りますよね。はい、でこの石をどれくらい攻めれるかというのが、また大きな問題なんですが、ここに3つ並んでますからね、これがやっぱりまあまあの力がありまして、押しました、伸びました、まあ、この辺はもうしょうがないです、これ一本道ですからね、頭叩かれちゃいけませんから。で、あんまり、まあ、白もねこちらばっかり打ってるとこちらも攻められることがありますから、一発急所へ、はい、覗きですね、まあ、これですと響きませんからこう頑張る、怖いんですけどね、ここね、当たりの子なんですけれども、当たりの子ですが、まあ、一個もありませんからね、はい、ここへ、こういうのが碁の非常に難しいところなんですけども、度胸比べっていうね、黒は確かに怖いんですけども、白もこれをやっていくからには、白も当たりに負けたらこれが抜けるわけですから、よほどのその準備がないとね、こういけませんし、はい、相手が準備し終わった瞬間にこれ取れるのが一番いいんですよね、これが早碁の難しさでね、はい、何が起こるかわからないから、こう先に用心をする、用心をするっていうことは、しかし白石がこう外側に来ますから、これがここで打つことも可能なわけですね、はい、ほっとくと出れますからね、こちらも先手で、こうなればこちらから打つことができるわけですよね、はい、当然ですけどね、これとこれはもちろん損ですが、ここにある方がここにあるより働くに決まってますからね、でここでやっぱりこれを決めたのがちょっと問題なんですよね、ためにこの白が、いくらか、丈夫になったっていうか、はい、少し弱気を出したっていうか、用心が良すぎたっていうかですね、でこう大ゲイマのこう打ちますと、跳ね出しからこうスルッとやられて、もうこれ以上抵抗できませんからね、はい、これは全然黒つまらないですから、グッと来て、で、ね、まあ、こう打ちますとね、こう跳ねられて、これはここ切ってもあまりはっきりしませんね、伸びられて、かといってもここ打ってもこれは簡単に切られちゃいますからね、はい、でこれは柔らかく打っておいて、これに対してはもちろんこっちをつなぐと、で場合によってはこっちは取られてもいいということで、はい、まあ、桂馬に打って、曲がり、まあ、これは、石を置き換えますとね、白石にこう打たれますと、この白が弱くなるというか、もう感じは全然しませんよね、はい、でこの石の方がこの石よりもなんか弱いって感じになりますから、これは逃してはいけないところで、ここも、はい、どうもなんか石がずっと並ばってますけれどもしょうがないんですね、こういうふうに煽られちゃいますとね、今度はこれすぐ生きるか死ぬかになっちゃいますからね、だから、長い時間の碁だとこういう直線的な碁っていうのはあんまりできないんですが、はい、ことはこう早碁ですと、碁によってはこう直線的な石の流れになってしまうこともあるんですよね、はい、なんていうんですかね、しょうがないんですよね、もう一本道、こうなると自分の石が切れるわけですね、はい、こういうのも切れるわけですね、でこうやってとにかくこれはもうどこで跳ねても切りますから、はい、跳ねれませんが、先を打って、そうですね、はい、とにかく押さえ込むと、そうですね、これで、こちら側は封鎖完了ですが、素人としても、あえてね相手の言うなりに打ってますが、はい、というのはここの締まりがありますから、これが仮に黒がもし1個あったとすればですね、これは大変なんですよね、はい、もうほとんど地になってしまいますが、非常にいい締まりがここにありますんで、
まあ封鎖許しても、そして黒字の中で結構くつろげますけどね、はい、まあ、これは多少、まあ、直接の狙いはこう言ってもこうかわされて、一応今すぐは受かってるんですが、はい、何か来た時にすぐ危ないぞという、うん、だから黒もあんまりこれやれませんから、まあ、これぐらいで手を打って白も手をくつろげて、くつろいで、はい、でここがまあ約10目ですね、はい、この黒字がどれくらいあるかは難しいんですけども、まあ、おそらくこれを引いたら20はないんですね、うん、こうどこに打ってもまだ死にませんからね、はい、でこれはまあ込み程度ですか、でここの押し回りがまあ10目ぐらいあって、まあ、こっち勝負なんですけどね、こ上辺と左辺、はい、でここに並んでるこれが強烈な厚みになるかどうかということで、で手を一回、まあ、これは用心深いんですかね、はい、やっぱりここの点がね来ますと、いきなりもうこの切りが心配なわけですよね、この厚みの石ですけども傷がこれ一緒に取れませんしね、目はありませんからね、はい、で、ここに石が来るとこれはシチョウでなくて、まあ、下駄で取れますね、はい、ですからこの断点がもう絶対にないと、と、まあ、いう気持ちで打ったんですが、はい、まあ、反面白もこちらを少し白地にするようなこう石が来るわけですよ、これは本来はこう行きたいんですね、こう行ってこうやるとここの辺りからねちょっと切りができますから、はい、ところがまあこう頑張られるのが嫌だったってことですね、はい、でここのまあ断点がね、でここの感じはこの取った感じとちょっと似てるんですけども、あまりにもちょっと自分の方の用心が良すぎたような気がしますね、出て覗いてここの3手ずつの交換は、はい、まあ、明らかに黒が損だと思います、うん、でこれはなぜ打ってあるかというと、後だとこうなってここに這われた時の目の心配があるということで、はい、まあ、これですと切りがありますんでね、まあ、そのためにこれを打ってからこう打ったんですが、ちょっと守りに重点がいってるような感じにしますね、はい、ここでは少し白が面白くなったと思います、あ、ここを、まあ、荒らしに来ましたね、ええ、まあ、この三々への型っていうのは、まあ、こっちを地にするのはね、もしかするとこの厚みが働いてこっちが黒地になる可能性もありますから、まあ、やはり広い方へ出てくるというのが自然かもしれません、こうやって、はい、こうやったんですよね、普通張ったら滑る、はい、張ったら滑る、まあ、そうするとこう押さえてきて、はい、まあ、常識的な形でこうやっても開かれて、はい、このスケールでは開かれてる方が大きいかもしれませんからね、うん、でこちらへとね、はい、もうこういうふうに打つといわゆるこういう手がダメ手になるという、まあ、ことを、まあ、懸念して、早収まり剣、はい、もしかしたらこの白のね、まだ眼形もということなんですが、はい、この辺、まあ、石の競り合いなんですよね、こう一回覗いて、まあ、これはこちらに来たら向こうに行こうというわけじゃなくてこちらへ行こうとしてるわけですね、そうなんですか、一本石の調子でね、はい、でこれは、まあ、あくまでも狙いとして、こちら方面が大きいんですね、で受け方を見たわけです、はい、でこちらへ受けた、ここでねこうこれがちょっとしゃれ、しゃれ立ててね、はい、これはね困ったんですよ黒が、結局この当然ここを受けませんからこう断点がありますね、はい、でこっちもそんなに丈夫じゃない、かといってここも心配なわけですね、切りがなくなってるんですね、切りがなくなってますからね、だから本来ですとまあここに受けてるのが一番いいかもしれないんだけども、はい、こう出られた時に放っておく
元気はありませんからね、とこのラインが白の方がぐっと強くなることがありますから、ここで跳ねた、ここで張ったんですね、これツケ一本打って、はい、ここは常識的にこう押さえるんですが、こう置かれてつなぎますとこれからこんなような感じがありますから、もうこれ少し準備不足かもしれませんけれども、はい、この狙いがありますんでね、少し乱暴されてももう抵抗できなくなっちゃうんですよね、はい、例えばこれとこれがありますと、もう今ので黒潰れちゃいますからね、ほとんど取られてしまう、はい、潰れに近いんですよね、ここで切りたくないけど切ったわけですよね、はい、そうしますと、こうなってこうですね、はい、でこれはこれとこれがないときにこう張って切って当ててこうやってこうやったら当然黙ってこうやるんですね、はい、でこれとこれが、まあ、黒は悪手なわけですよね、まあこの辺はしょうがないしょうがない、はい、まあ、黒も、ここが切られてもここだけで生きてますと、まあ、渡りもありますしね、はい、ただし、まあ、白もここがここ一応少しの地を稼いだことと形が整いましたから、これは白成功ですね、はい、でとりあえず切っておいてここを相手に先に打たせても薄いでしょうと、はい、この時点では白面白いんです、ただ、まあ、ここがどうなるかですね、はい、でこう、まあ、ふわりと形勢判断とかも30秒で、うん、まあ細かいね、形勢判断というのはなかなか難しいんですが、石の流れっていう感じがあるんですね、はい、石の流れと、まあ、形とね、はい、だからこれが、まあ、20あるかないかって言いましたね、これ引いて、でもうこれとこれでこれの部分足りてますから、はい、とあと残るのは、まあ、これちょっと込み、これはだいたいこの字と変わらないのかな、そうですね、この辺があるぐらいで、ここにも少しありますよね、はい、ここが、まあ、ほとんど先手でゼロに ゼロになって白がこっちを荒らしに行くことになれば、もう地合いで勝っちゃうわけですね、はい、でこれからはここをマグサバを埋めに行ってるわけです、当たりを打って、これは目の確保ですね、はい、ここの一眼の確保ということ で、はい、まあ、この辺一回おまじないをやって、これを打ったんですか、はい、こちらですね、まあ、下手の両付けですけど、これはまあこうやりますと、はい、切って押さえて飛んでいきまして、こうやるしかないですからね、はい、こうなって、まあ、こうやられても大体ダメですね、攻め合い、こうなって、はい、これ難しいのかな、はい、これがありますからね、こちらは黒が打てば勝ちますが、ここつがれると生きないかもしれませんし、これだとまあ、はい、これは負けそうですね、黒がね、はい、まあ白にはここでまあいろんな手がありますから、下げるのはちょっと無理ですね、はい、で我慢して引いた、ここで先にですね、こいつを覗いてくんでしたよね、これは今でしたらもうつなぐしかないんですよね、今ならつなぎ、はい、これを打たないでこちらから行って、これまあ頑張ったんですね、はい、でこれもまあこの桂馬のどきで筋なんですが、これがだんだん間に合うか間に合わないかになってきたわけですね、はい、でこんな手では辛いですからね、まあ、黒もいっぱいに頑張った、白も、うん、でここまで打って、まあ、よく見ますとここへ戻るのがまあ普通なんですが、はい、ここへ切ってこられた時に、この石が逃げ帰るというのがね、やっぱりこれ熱いですから、はい、ここで今覗いたわけです、ここにあればここから来ても、これで両取りですからね、はい、と聞かなかったですね、聞かないで許さんときたね、もうしょうがないからこっちも許さん、はい、で、
つばぜり合い。でここに一眼ありますからね、はい、でこうやった時にこうやってこれでここも、切断と一眼ありますね、はい、でこのまま取られたんでこれたまらないですから、切っていく。もちろんコスミつければね、はい、渡れますが、これはつがれ、まあ、つなぎが効いてますからやはりここ打たれてつなぎあるいはもろもろが効いてますんでね、これも結構逃げ切れるかどうかわからないんです。どうせ危ないなら切っちゃえというどうせ危ないなら、はい、これで当たりしてこれでは、まあ、覗きなどが効きますしこの飛びぐらいでもね、この出がありますから、はい、まあ、これは全然捕まりませんから黒もあここで一回、はい、膨れましたね、ここね、はい、逃げてみろと、逃げるわけですね。もう逃げなきゃいけませんからね、はい、これですとこれはなんか簡単に捕まっちゃいますね、はい、あといってねこっちにあんまり寄りたくない、まあ、これここの急所ですからしょうがないんですが、で覗きを打ってでこれはまあこちらから打つ形ですね。とたくさん石を利かす、はい、ということなんですね。この手でね、こちら来ればこれは穏やかなんです、はい、この2目を、はい、でまあ攻めは勝ちますよね、はい、ただしこれはまあこちらの方へ打たれた時にこれがいじまってここがガラガラになるんですね、はい、でこれで黒負けなんですね。ですからこれを取るのが一番早いですからね、これはしょうがない、はい、ここまでしょうがないしょうがないでこうなったんですね。でここでここの断点がもろもろありながらこれが取り切れるかどうかなんですけど、まあ、実際はこう駆けついたんですが、はい、これでこうやらなくちゃいけなかったですね、つなぎの方が、つなぎじゃなくちゃいけなかった、はい、これに対してはまあこれですとこのつなぎ方の竹がちょうどいいですからこう一度寄せるんですが、その時にまあ竹に打っておいて、そうですね、はい、でこのまま直接行くとここの鳥が残りますからね、ここでここの時にこうここへ当てるんですよね、はい、でこれをさらに嫌だというと、今度この格好の時にここが効くわけですね。あ、ここに当たりがあってここにあるとこれがちょうど逃げてるわけ、はい、でこれは白つぶれですから、はい、ですから白はまあこの2目を捨てて本体を逃げるというのが形だったんですが、はい、実際はこうやってしまいましたから、ここからはちょっと一本道になりましたね。こうなってこうなって、はい、追っかけるしかないんですが、はい、ここで当てられた時に通常は抑えるんですけどね、うん、鳥の取り返しになった時に、はい、ここの切りができちゃうわけです。あ、今度抜けちゃいましたからね、はい、で次告げずにこちらへ、そうなって、はい、こうなって、でこれも抜かれると切れますから、であとはもう白は安全にこうやってもう最後は黒はもう玉砕覚悟でね、はい、これはもう攻め合い全然黒が短いですからね、うん、まあ、あとまあもう少し打ったわけですが、これで取られてしまった、まあ、逆に最初のこう壁だったんですけどね、はい、逆に取ってしまったということで、はい、まあ早碁はねいろいろ正しく読める読めないいろいろありますから難しいんですが、はい、まあ、この碁だけから見ますと、まあ、ちょっとあの小林君の作戦が少し失敗してたような感じがしますね。はい、どうもありがとうございました。2局目は NEC カップ初優勝の碁をお願いいたします。この NEC カップというのはですね、まあ、公開で行われましてね、はい、まあ、通常の対局は全部まあ密室と言いますか、で、まあ、公開ですからまあ大勢のお客さんの前で対局するわけで、まあ、勝てばそれなりに嬉しいですけれども、はい、負けた時にこう直接まあ自分がそこにさらされるということがありますんでね、まあ、多少厳しいこともあるんですけれども、はい、まあ、決勝戦で特にまあ決勝までせっかく行ったら、まあ、誰でも勝ちたいですからね、はい、まあ、私が先番ですね、はい、相手は長智くん、はい、先生です、はい、
まあ、いきなりポンとかかってこう、まあ、これは、もちろん、ある手で相手の受け方によって打ち方を決めるということでね、はい、まあ、一番硬い付け引きを打ちました、はい、でここですぐ形を決めてしまうともうここが忙しくなりますから、これはちょっと、まあ、作戦上白まずいんですよね。で形を決めないで、はい、でこちら、はい、で、もちろんここで切る手も立派なんですが、ここで切りますと多分まあこちらの方に打つ感じなんですね、はい、でこちらを締めました、ね、はい、でここでつなぐことは可能なんですよね、というのはこうなったこうなった時はこちらの隅よりはこちらの隅の方がいくらか大きいという感じがしますから、はい、まあ、しかし黒も二隅締めますから、まあ、黒は別に不満がないわけ、まあ、そこで、まあ、さらにこうとね、ここでまあ切ったわけですが、まあ、これは、まあ、この位置とこの位置が、まあ、こちらの方に向かってますよね、はい、こちらの小目じゃありませんから、でここで一回切っておいてここを手厚くしてこのかかりとこのかかりをまあ見合いにしたわけですね、はい、でここまで来たんですね、まあやはりこれが、厚いですからこういうのですとまだ後でこういうの来られてねここが地になる可能性がありますから、はい、まあ1路ぐらい控える手も当然ありますけどね、まあ張さんらしい目いっぱいの手ですね、まあその反面ここがまだ残ってますんでね、まあ自らこう忙しく打ってるってこともあるんですが、はい、まあここもねいろいろありましてね、まあ柔らかく出れば例えばコスミとか桂馬とかで、まあある程度ここ与えても、まあもしもこちらに打てばですね、はい、まあこういうの打っといてということもありますが、相手にあんまりあげないっていうのがね、張さんの自分は取るものを取ってね相手にあげない、ここもこの一間バサミの定石もねいろいろありますが、ここが少しねこの白からなんか効く味がありますからね、はい、こういった手ですともしかするとこの技がねかかるかもしれないんで、あ、まあ早碁ですからちょっとここまで離れるのは嫌ですからね、はい、でこちらから誘ってこちらから、はい、まあ、こういう定石もあるわけですね、で部分的な定石からするとまあ引いて跳ねて跳ねて伸びて駆けついて、はい、まあ、ここで黒がこちらを攻撃するかこちらを受けておくかと、まあ、そういうことになるわけなんですが、ちょっとやっぱりここすぐ動くのはまあ重いというか感じはありますのでね、はい、で上から飛んだと、まあ、これはこの石を犠牲にしてその代わり、ここに少し力がありますからこれをまあ攻めるという感じになってきたわけですね、はい、でコスミつけを利かしてハサミですね、はい、まあここではですね、まあ、逃げないで、まあ、いきなりこちらの方へ行く手もありますしね、はい、まあ、難しいんですがこうやはりかけられてこれ大体まあ取られ形ですとまあやはりまあまあの字ですからね、はい、まあこう軽くかわす手もありますが、まあ常識的な手ですね、これはね、渡りを止めながら、はい、まあまだここがちょっと不確定ですから、まあ、もしかしたらこちらの動きによってはね、うん、この石を逆に攻めることもまあ可能なわけですから、まあ、一番、なんていうんですか、常識的でかつまああのこれらに比べればちょっと力強い打ち方ということで、はい、ですから、まあ、5番を上からこの左の方からずっと見まして黒石の方が多いですからね、黒は強く戦って何にも不思議はないですから、はい、でかかって受けて
まあ常識的にはこうすぐ守りなんですが、はい、さらにここを動き出したと、ねえ、あちこちやってくれますよね。すべて目いっぱい。目いっぱいですね。はい、まあ、これは目下主張がいいんですが、やはりこれ残ってると気持ち悪いですからね。はい、しかし少しやはり白がね打ちすぎてるような感じはありますね。はい、一応この方面だけで白が1つ2つ3つに分かれてますんで、まあ、ここでは、まあ、ここを出てくるということが、まあ、一つ忙しいことと、やはりここの打ち込みが怖いということと、まあ、しかし出てくる方が普通なんですけどね。はい、というのもこれ止まるとこの石へのいじめがまだ効きますんでね、はい、ここ下がるのも嫌ですからね。実戦はこちらへ守って、この辺はねちょっと張さん偏重じゃないかなという感じで打ってましたよね私は。あ、というのはこの時間のない碁っていうのは、厚く打っとく方が、はい、あの一発その挽回って言いますかね、それが効く可能性がありますからね。こちらも1手30秒の碁ですか。そうですね、はい、でまあ厚く打っとけばいいと言ってもですね、ただ厚いのはね、まあ、こうやれば厚いんですけども、はい、まあ、まあ簡単に生きられますからね。うん、だからこの厚みが、目いっぱい働けばいいですが、一応ここでねこう先着されてますから、はい、これがこの辺ですとね、ですからこういうふうに打って、まあ、適当に生かして展開するってこともありますが、まあこれがここにあるからむしろまあ白はこういう打ち方をしてるとも言えるんですよね。あ、はい、まあ、そこで目を取りに行ったわけですね。まあ、これで、上辺ここでは、一眼という目ですね、はい、ですから止まれば死にますから出るよりしょうがない。はい、上を出てこられました、うん、まあ、これが、一つなんていうか後押しという、だからこれは先延びてる方が必ず有利ですから、はい、それとここに石が並んできますとこの石からの進路がなくなりますんでね、うん、この石を攻めれることに なるかもしれない。はい、うん、ま、黙って押すとこう飛ばれてこう叩いていっても叩ききれないんですよね。これ取られちゃいますからね、はい、ですからこの飛びがまあ好転ということでここへつけた。そうですね、この曲がりも急所なんですが、曲がると先にこっち曲がられるんですよね。もちろんこれは、まあ、全然取れませんね、はい、ここでここへここに打ってもまだこれダメですね、ここがありますからね、はい、こう受けた時に、まあ、こっちへ受けられて、これを先利かされますとちょっとこのラインが切りにくいんですよね、まあ、切れないわけじゃないんですが、切りにくいんで、まあ、押したと。白はこちらが、はい、急所なんですね。まあ、一応急所なんですが、ただ、まあ、いかんせんやっぱりこれも後押しですよね、はい、でただ、まあ、あの一眼らしいね、目を持ったということは言えるんですね、はい、これもうすでに一眼ありますから、まあ、例えばまあ最悪の場合何か切られてもここが効いていれば、こういう目ができますからね、はい、ここでまあ、ここは少し保留で、今度はこちらの、こっちはね、はい、これここからここ外へ出るのは結構しんどいですから、膨れてつないで受けですね、はい、まあ、この辺でゆっくり打つとしたらここへ一回打っときましたね、はい、でその後に攻撃していって今度はこの石からこう被る可能性がありますから、うん、これもいいとこなんですけどね、はい、まあこっちから炙り出しに行ったわけです、ええ、炙り出しに行ったはいいんですが、
まあここで、まあ先手一眼ぐらいの目はありますから、白もここに眼形ができればね、はい、そんなに弱くはないんです。でこういうのですと、まあ後傾に跳ね伸びられて、まあ、目形といいますかねができやすいんで外したわけですね。で桂馬に出てきた、はい、ここでどうもこちらでしたね、あこちらやはり大きなところなんですか、大きいんですよそれ、うん、よっぽどそこへここに打っときますとね、例えばここで目を作るような時に黒石がこういうところに来る可能性もありますんでね、はい、ここだけの眼形もちょっと薄くなるんです。ただまあここがねまだはっきりしないんですが、もうこれは少し甘かったです ね。というのはあのこの辺少しいい気分ですから、まあ形勢悪くないから丁寧に打とうというようなこともあったんですが、はい、やっぱりでもぬるい手はぬるい手ですね。で滑り、これは地がもう大変大きい、こういうところよりも今もあちらの方が全然大きいですからね、はい、しょうがないかかりこうですね、うん、あ、すぐじゃなかったですか、盛りですね、あ、こうですか、はい、まあ、これはやはりこの断点がまあ嫌だったということなんですよね、でこう上からここがねこの打ち方がね、まあ、これは手を渡したわけなんですよね、はい、まあ、こっち受けると打つ手が比較的簡単になってきて、まあほっときにくい、まあ、あるいはこう打った時にいきなりこういうのを、まあ、心配したかもしれませんけどね、まあ、私の方もなんかこれ塞いでれば熱いけどもこのままじゃまだ塞がってませんし、ここも止まってませんし、ここにかぶせに行く手がいい手かどうかちょっと難しいんですよね。字で行くならこっちの方がいいかもしれませんしね、はい、まあとりあえずちょっと脅したということなんですが、こちら、これはまあ、はい、まあ、これでほとんど、まあ、生き形ですね、はい、でさらにこう、まあ、これも、黒からねここに打つとの差が大きいことは大きいんですが、なかなかこう形決めてくれないんでね、ほっといてこう取られてはいけませんからね、はい、まあ、こうやりますと切りから先手でこれが取れますが、まあ、当然付け越し切るべからずでね、はい、受けてと白の先手なんですね、まあ、これでほっといてね、死ぬわけじゃないんですが、やはりこう飛び込みが気持ち悪くてね、はい、まあ、こうこのような形がちょっとあるんですよね、まあ受けここまで変われば真っ白は一応得ですよねこれはね、はい、ここでつける辛いんですよね、こちらの方が普通なんですけどね、こちらの方長いですからね、はい、これはあの抑える気持ちがもう全くゼロなんですよね、開けませんからね、はい、つけたらなだれるに決まってる、うん、でなだれてできた壁も全然その荒らしてしまうと、はい、こうやりますと、まあここにいくらかこう書体らしきものができて、でここの出からこれは取られるんですが、この切りというのを、まあ、若干狙われる嫌味があるんですよね、はい、と30秒でこう頭に描いているんですか、まあ白の今、一番心配なのはこの断点、はい、あとはまあこの目を多少注意しながら打たなくちゃいけない、はい、でとりあえず実利を取ってしまう、部
分的に見ればね、これはちょっとこっちに偏りすぎてるという雰囲気があるんですが、はい、これはまあ作戦ですからね、うん、黒石がこっちに来ても地にさせないぞという、はい、まあここなんていうんですかね、あの形作ってもらいたいんですよ。白に打っていってもらいたい、うんね、例えばこういうふうに打って、どっかへね、そうするとまあ手が加わりますから厚くなりますよね、はい、とここが、少し地になりやすくなるんで、まあどうやって受けるか様子見ていますかね、はい、得をしながらなんですね。まああの字としてもね、まあそう小さいわけではないですから。はい、でこういった時に、ここがね大きいわけですね。うん、こういうところに黒石が来ますんでね。はい、まあ二目の頭。これは下を阻止するためにこういうふうに打ってもやはり叩かれますとね、どれくらい字になるか分かりませんからね。はい、まあ。しょうがないという手ですね、この手は。ごくごく常識的に、ここでここへ守った手がですね、はい、やっぱちょっと問題じゃないですかね。あ、そうしますと今はどちらの方、今やはりここから出るのが普通かと思うんですけどね、こちらで、はい、白はここの断点をまだ丁寧に守ってるほどの形勢ではないんですよね、はい、むしろここから石を伸ばしてきて、まあ、こういうふうにくればこの切断とかですね、これはまあこれ自体、立派な手なんですけども、はい、少しぬるかったんじゃないかと思うんですよね。あ、まあ、ここを黒に勝手にやらせようということなんですが、はい、ガンと押さえまして、ええと、ここの間にはねちょっと入りにくいんですよね、打ち込みでね、1、2、3、4、6件空いてますが、でそれから、まあ、こちらから出てきたわけですね、はい、でここへ出てここへ押さえたらここは打たなくてもいいですからね、さっきこちらの方をね、ですからまあここに出られた時にはここには押さえにくいんですが、この辺打つのもなんか下が空いてますからね、ちょっと気が進まないしね、はい、まあ少し黒が打ちやすい形勢なんですが、実はここでトップ行ってしまってね、ここへ当てた、はい、まあもちろんこれは時間つなぎというね、秒読みで早碁ならではの、でこれを抜くのも大変大きいんですけど、ここでは、はい、せっかくこう抑えましたからここに受けておけばね、そうするとこれ結構いいとこを抑えてる格好になりまして、はい、でこの抑えが別にここの字をまあ固めたことだけでなくて、まあ、後にねここの押さえが来た時にこの隅へのまあいろんな効きができてきますから、はい、だから見た目以上にここが大きいんでね、はい、だから理屈からすればこことここが変わってることはこう受けて押さえおけば黒はプラスしてるわけで、これをどう打っていいかちょっと分かんなかったもんですからね、ついふっとこっちに手がいっちゃったら、はい、手を抜かれてポンと肩つかれて、これもう取ってる暇ないですからね、受けざるを得ない、はい、これでまたなんかちょっと、そうしますとこの切断がね、なんか現実に起こりそうですから、はい、守りに行ったと、まあ、これはなかなかあの洒落た手で、こう受けさせてから付け越すというね、こちらを打って、はい、こうなって、こうなって、まあ、これは取り寄るしょうがないですね、はい、でこうなってるとこう打ちますからね必ず、あ、これを先に打ってあればこちらで、はい、ですから手順ですね、でこう打ってこう打った時にはこう付け越さないで今度出ますからね、はい、そうすると竹歩の両の突きになりますから、
だからこれを打って付け越してこうなった、まあ、これは手順ですね、はい、で当たりを打って、まあ、この石少し脅かしてるわけなんです、で守り、まあ、これはうーんなんていうんですかね、硬い硬いまま、まあ、こう打ちますとね、はい、こう来てこれは、は引かれて両切れが残りますね、はい、じゃこちらを、割り込みからのね、まあ、切断が、はい、一応残されるあれがありますから嫌ですよということと、それから場合によったら逆の切断も狙いますよということですね、はい、でここへ押さえ込んで、それはしょうがないですね、ほっとくと危ないですから、でペイッときた、ねえ、きついですね、急所ですからね、はい、もう白もここの切りがあるんですけどね、うん、全然怖がってくれない、でこう、まあ、これはしょうがないですね、しょうがないんですが、はい、でこれですとどんどん押して、どんどん押していくと、まあ、こうやれば硬いですが、これもやっぱり心配なんですよね、白もね、こちらへ、これを取ってる暇はありませんからね、はい、ここで跳ねた、でこういうのはもう普通は伸びるんですが、伸びるとこう継がれてね、はい、でやはり、まあ、こういうに行った時に彼に逃げられてもここに戻る、はい、まあそんなことなら取っとく方がいいかなっていうのは気で、まあ、つい弱気出して取ったんですが、やはりこれはまあ伸びて戦わなくちゃいけなかったかもしれませんね、そうしますと形勢がね、よく分かんないんですけども、少し、まあ、これがとにかくね時間つなぎが失着なんですが、はい、ここに大きいのが残ってますから、ここ大事に打ってるっていう意味があるんですよ、こちらからと、ね、こうそれで、まあ、私の夢からすればここへ打ってね、ここは黒が回るかと思ったらさらにここまで打たれたわけですね、でこれはほっといてもここに打てば目なんですが、はい、ここに打つことがこちらが弱くなりますんでね、ここに打つ手がちょっと耐えられないですから、ここでまた飛ばれた時に丁寧に取ったわけですね、はい、で取ったということはね、ええ、やるぞやるぞとここ言ってるわけなんですよ、ええ、でこうなってこうなった時にここに逃げてもらえばここへ打って、これは、はい、勝ちなんですね、黒が、ええ、ここも手を抜かれてここまで打たれたわけ、こちらを、あ、そうですね、はい、打って、ええ、こちらも大きい手ですね、これは受けないとダメですね、ここが効いてますからね、はい、で継がれて、ええ、で、あ、ここにありますね、ここと下がりが、ね、下がりと交換してますね、はい、で、繋いだんですね、で、この時に本当はこう行きたいんですが、まあ、時間つなぎで先にポンと覗いたんですね、はい、で、ここで張さんが、まあ、これ今でもはっきり覚えてますけど、相手ね、そんな手があったのかと言ってここで取ってしまったんですね、これが敗着で、まあ、頓死なんですけども、これはもう繋いとけばね、はい、この出れば取れますし、曲がれば渡れますから、これは生きてるわけです、で黒、まあ、これ繋ぐしかないですね、はい、で白が渡り、そこで、どうもこれを、ね、取りに行ってもこう先手地がありまして、コスミこことここの感じでどうも取れないんですよね、取りに行くのも黒も命がけですからね、はい、とこの後の、まあ、寄せ想定図、まあ、ここはで、まあ、どちらへ行っても出れるんですが、うん、まあ、ここで守りぐらいかな、はい、でこれが取れないとすると、まあ、ここに打って受けぐらいで、このまま、まあ、じっくり収まると、はい、まあ、込みの5目半がちょっと黒に、まあ、負担が大きいって言いますかね、
まあ、盤面で3目ぐらいしか勝てないかもしれないんですね、はい、だから、まあ、3目か4目、まあ、2目半か1目半ぐらいどうも黒の苦しい感じですね、まああの瞬間馬長さんがちょっと間違えてくれたんで、はい、まあ、幸い勝つことができましたけども、やはりこの配合の流れって言いますかね、ちょっといいなと思った時に大事を取るとすぐおかしくなったり、はい、まあ気分的なことで、ちょっといいと思ってもそんなにいいわけじゃないですからね、まあ時間がいっぱいあればその都度形勢判断して、確かめることができますが、はい、こういう時間のないことっていうのはね、形勢判断する余裕がないですから、その辺が難しいところですね、時間つなぎが効いてもらえなかったりと、そうですね、そういうことですね、はい、どうもありがとうございました、はい、6巻を通じて、あの先生の内語を解説していただきましたけれども、先生12局のご感想はいかがですか。そうですね、まああの、まあ、タイトル戦と、まあ、早碁を、まあ、中心に取り上げましたけれども、やはり、まあ、勝つのは大変だなっていうのが、まあ、はい、まあ、楽には勝たせてもらえないって言いますかね、まあこれはまあもちろんプロもそうですし、まあ、アマチュアの方もそうですが、まあとにかくしかし分からない非常に難しい子でも、まあ、一生懸命打つよりはしょうがないですし、はい、まあ結果は、まあ、結果としてね、まあうん、この12局の中には、まあ、まあまあ打てた子もありますし、はい、ちょっと出来の良くなかった子もありますが、まあそれはまあやむを得ないとして、まあそれなりに、まあ、一生懸命に打ってるという感じはありますが、はい、まあ技術的にはどうですかね、まあ多少ばらつきはあるかとは思いますがね。それではアマ講談社の上達法を教えていただけますか。これはね、はい、なかなか難しいあれなんですが、まあ大変強くなるというなりたいという方はですね、やはり大筋からもう直すって言いますか、元から、まあ、元からっていうのもあれですが、はい、やはりあの筋形ね、で自分の要するに着点を補うという、はい、それがまあ体制する条件ですね、でそんなに強くならなくても仲間うちに勝ちたいっていうね、はい、でそういう方はあの力をつけるのが一番の早道なんです、読む力ですね、相手の意思を取ってしまう力で、これにはまああのまあお暇な時に詰め碁をしっかりやられるとか、はい、でこの読みっていうのはやはり、序盤の構想にも役立ちますし、終盤の寄せにも、これはもう全部読みの力必要ですから、はい、まあもしもあの時間の余裕のある時にはね、まあその人の力に合った問題で結構ですから、はい、読みの訓練をする、まあ、詰め碁ですね、まあうん、大筋は要するにその方が上達したいという気持ちがあれば必ず上達すると思いますけども、気持ちが一番大切そうですね、はい、と思います。そしてこのビデオを見ることですね、あのビデオですからね、あの繰り返しご覧になっていただいて、はい、まああの構想とかね、何をどう考えるとか、まあ、そういったことを学んでいただければ幸いかなと思いますね、はい、どうもありがとうございました。